はい、皆さんこんにちは。私は今埼玉県の小玉ゴルフクラブに来てるんですけど、なんとあのウームゴルフに出させていただいてるんですね。ということで、その流れでコラボさせていただくことになりました。画面切り替えていきますよ。すごいですよ。さあ行きますよ。ドン。ウームゴルフの MC 楓ちゃんと阿部桃子ちゃんです。よろしくお願いします。先ほど、はい、あのウームゴルフさんの方で、はい、阿部桃子ちゃんのヘッドスピードアップ企画と、はい、楓ちゃんの スライス軌道を直していこうということで、はい、効果があったかどうかはウームゴルフを見ていただきたいと思うんですけど、せっかくですので、なんと本当恐縮ですけどコラボさせていただくということで、はい、うちの人気シリーズ、あの松山英樹プロや宮田実力プロもトライしていただいたレンジボールで丸々ヤード飛ばせるのかチャレンジ。おということで、1本目はまず楓ちゃんに出ていただきたいんですけど、はい、お願いします。ゴルフ歴がまだ1年半ということで、そうですね、もうすぐ1年半になります。まだちょっとね、カット軌道とかでまだスイング修正中ですので、はい、レンジボールで150ヤード飛ばせるのかチャレンジを出ていただくんですけどね、はい、まずね、いつものごとくこのユピテル社の GFC 測定器を使って、なんと私仙台からボール持ってきました。泉ビレッジゴルフガーデンボール、これ皆さんやってますからね。これで、チャレンジ10球以内250ヤード飛ばせるのかにトライしていただいて、はい、2本目は、今年、はい、プロテストにチャレンジされるということで、阿部桃子ちゃんに、はい、本当はプロは250ヤードなんですけど、まだプロテストなので、はい、間を取って225ヤード飛ばせるのかチャレンジ。柔らかにお願いします。うちのレンジボールで225ヤード飛ばせると、はい、プロでも飛ばし屋に入ってくるぐらいの数値なんで、ですよね、はい、確かに225レンジボールですから、レンジボールですよ、ね、これ本球だと250飛ぶ計算になるんで、ぜひこれもユピテル社の GS 測定器とチャレンジ10球ですからね、はい、ぜひ頑張って出していただければと思います。お願いします。頑張ります。はい、それでは MC 楓ちゃん、はい、レンジボールで150飛ばせるのか、はい、やっていただきたいと思いますけど、はい、お願いします。さあ、これは過去の例を見ると、はい、最初の5球ぐらいで出さないと後半5球きつくなります。やっぱメンタル的に後半の方が力むんで、結果で飛ばなくなるんで、はい、できれば5球ぐらいで出すぐらいの雰囲気で、はい、頑張ってください。はい、はい、それではさっき教えてもらった野脇さんに教えてもらったスイングで挑戦したいと思います。ぜひお願いします。はい、じゃあ1球目です。はい、頑張ります。さあ、楓ちゃん、今の当たりどうした？当たり、ちょっと高すぎるかな。当たりは、当たりはあんまり良くなかったです。150、100円じゃないですか。135ぐらいだと思います。おお、141ヤード。おー、いくかも。150ヤード。はい、お、今当たった、今当たった。いい音しましたね。どうした今の？いける気がします。いける気がします。ギリギリいってる気がします。さあ、いきますよ。でれれれれん、144ヤード。あ、惜しい。さあ、やっぱでもいい感じに来てますね。やっぱりいいですね。150ヤードがちょうどいい。はい、お、はい、141です。さあ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 、飛ばさなきゃっていう気持ちが出てきます、ね、さあ、桃子ちゃんにいい感じでバトンタッチできるのか、はい。お、いい感じ。いけた気がします。自信あります。さあ、4球目でいってしまったのが、50ヤードいってる気がする。でで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 、はい、143ヤードです。5球目、5球目、まだ大丈夫、まだ来てます。あ、ちょっと今当たり悪いですね、これ。ダメです、これダメですね。100ヤードじゃないですか。はい、116ヤードです。残り5球、サンデーバックナインです。ワンブリエ、お、どうですか当たり？これ一番いいと思います。本当？はい。じゃあ行きますよ。はい。お願いします。さあ、6球目で行ってしまうのか。143ヤード。143ヤード。さあ、このまま過ぎてしまうのか。10球。あと4球あります。行けます。さあ、しっかり。
当たりがどうだ今のは。音がいいのを探しました。ダメですね、自信ないです。はい、136ヤードさあこれ残り3球なんですけどね、正面に移動するんですよ。あ、そうなんですね、はい、残り3ヤード、あ、3球、はい、正面から可愛い楓ちゃんを、はい、ちょっと当たりが悪いか、なんか音が良くないですね。してどうでしょう。129ヤードじゃあ、ね、このまま終わっていくオチですかこれ。ここからが見せどころ。ウームゴルフの名にかけて、はい、当たりありですね。いやでもボール見てないですよね。あ、でも140。140。あ、やっぱこれ残り球、これね、あのあれなんですよ。宮里プロは最後の球で決めました。やっぱりそこに持ってきたんですね。すごい、やっぱメンタルあるんですね。持ってますね。じゃあこれいきますわ。さあラスト。全力で。全力で。当たればいきますよ。おいいですか。いい音じゃない。感触どうでした。これは一番いいと思います。本当ですか、はい、さっきもそんなこと言ってそうでもなかったですけどじゃあ、はい、お願いします。105レンジボールで150ヤード飛ぶのかチャレンジ、はい、楓ちゃん、はい、行きますよ。はい、あ、ぴったりでいいか。お願い。でいきました。150ぴったり。発表します。はい、151ヤード。すごい、持ってる持ってる、楓ちゃん、やった、すごい、成功しました。素晴らしい。パワーボールで151ヤードですよね。151ヤードってことは165ぐらい。お、でもやっぱ今日のラワキンさんのレッスンで本当に変わりました。素晴らしいですね。今1球もあの右行ってないです。あ、そうですか、はい、よかったよかった。いつもスライスなんですよ。詳しくはそのね、ウームゴルフさん見ていただいて、はい、ぜひ見てください。持ってる人ですね。さすがでした。さすがウームゴルフの MC 楓ちゃんでした。150ヤード成功しました。ありがとうございました。どうでした、いい球、当たりはどうでした